第4週目のこの時間はレーシングドライバー和田慎吾の世界です。このコーナーはモーターショップルートの提供でお送りします。今日もプロのレーシングドライバーの和田慎吾さんにお話を伺います。和田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、はい、海外と日本の違いというところでお話をしていただいたんですけども、はい、よく海外にもね行かれるということで。そうですね、はい、前回の話の中でドライバーズブリーフィングということをされるということなんですけども、はい、少し詳しく教えていただけますか。はい、そうですね、ドライバーズブリーフィングっていうのはですね、多分どのレースにもありますね。あの、日本のレースでも海外のレースでも毎回レースあるたびにドライバーズブリーフィングっていうのが行われます。で、そのドライバーズブリーフィングっていうのがですね、一つの部屋に集まってですね、主催者だったりとかレースの仕切ってる方々がドライバーを集めてですね、ルールだったりマナーだったりっていうのを共有しようという時間になります。だいたい30分から1時間ぐらい行われます。それは海外と、はい、まあ、その国と日本って多少違うんですか。はい、そうですね、もうもちろんですね、もう日本だったら喋ってる言葉は日本語なので、もう寝てても聞いてるような感じなんですけど、海外はですね、もう英語だったり、まあ、僕が言ってるタイなんかはもうもちろんタイ語を使ってしまいますので、はいはい、まあ、その辺をですね、それを聞きながらやってますね。もう和田さん、タイ語はもう堪能なんですか。それがですね、全くなんですね。数字と自己紹介ぐらいしかできないですね。はい、それでもあれですよね、その話の中って聞きますよね。そうなんです、もう基本的にですね、もうタイ語と英語で喋ってるので、もう全く1時間何を言ってるか全く分かんないですね。どうされるんですか。実はですね、同じチームにですね、日本人の方なんですけど、タイ語と英語ができる方がいますので、はい、重要な部分をピックアップしてもらってですね、はい、後でじっくり聞くんですね。その方からなんか重要なこと言ったみたいな、そんな感じで教えてもらってですね、あ、なるほどねというので理解してます。で、どうしてもその言語っていうのは非常にレースでは重要になってくるので、僕も今勉強中なんですけど、どうしてもそのレースをしながらですね、例えば車を整備するメカニックさんにですね、トラブルだったり方向性ですね、車を持っていく方向性っていうのをですね、お話ししなきゃいけないんですけど、もちろんタイの方なので、英語とタイ語をこう使いながらジェスチャーをしながらですね伝えていくんですね、レース中は。はい、先ほどもね、日本の方と一緒にっていうお話もありましたが、スタッフの方々はやはり現地の方が多いんですか。そうですね、現地の方が多いですね。はい、もうタイの方のメカニックさんでやってもらったり、そして、タイの方なんですけど日本語もできる通訳さんもいるので、だいぶ、レースの方はストレスなくやらせてもらってます。お互いにコミュニケーションって必要ですよね。はい、もうすごく重要ですね。もうドライバーとメカニックっていうのはですね、まあ、非常に強い絆でないと、ああしてこうしてっていうのが伝わらなかったり、もちろんメカニックも一生懸命触ってもらって僕らはいい結果を出すという、まあ、非常にですね、もう本当に重要な部分じゃないかなと思います。はあ、レースなのでスピードもありますし、はい、まあ、命もかけてっていうところってあると思うんですよね。はい、なので本当に強い絆と言いますか。はい、まあ、そうですね、まあ、本当メカニックはドライバーを勝たすために車を触ってもらって、ドライバーはメカニックのために、そして自分のために一生懸命走るっていうですね、まあ、非常にもう本当仕事みたいな感じでやってるので、まあ、その言語が伝わらないっていうのはですね、非常に致命的なんですけど、まあ、なんとかいろいろコミュニケーションを取りながらやってます。ジェスチャーしながら、はい、ジェスチャーしながらあらこうだやってますね。はい、あれですね、普段の日常会話とはまた違って専門的な分野ですもんね。そうなんですね、その普通の会話っていうのはですね、まだ英語タイ語でなんとか伝わる部分とかあると思うんですけど、もう本当にレースの車のことになるとですね、専門用語ばっかり出てきますので、まあ、本当英語が多くなってきたりしますね。はい、海外にもね、タイなどよく行かれてるんですけども、はい、食事の面とかってどうなんですか。ですね、タイで面白いのがですね、例えばお茶ありますよね、はいはい、普通で言うと例えば緑茶なんかって日本ですね、日本でね、ありますけど、基本的に海外のお茶っていうのが基本的に甘いです。甘い？砂糖入ってるのかなっていうぐらい甘いんですよね。で、ミルクティーの甘いやつなんかを頼んだ時にはですね、はい、半分ガムシロ半分ミルクティーみたいなイメージです。もう甘みたいな、甘いを取り越して苦いんじゃないかぐらい
もう甘いか、ちょっと大げさに言うと甘いか辛いかっていうタイは、なんかそんなイメージですね。お茶も甘いっていうことは甘党なんですか、向こうの方々。もう飲む甘いものありますよね、コーヒーが砂糖が入ったものとか、もう砂糖が入ったもの究極に甘いです。お茶すらも甘いっていうのがあるんで、日本のメーカーのお茶とかもあるんですけど、まあ、そういうのはまだ飲みやすくなってますね。あともう一つ、その辛いっていうのがもう究極に辛いんですね、タイの食事っていうのが。日本の辛いとはちょっと違う。違いますね。なんかね、唐辛子系、わあ辛いですね。僕もそんなに強くはないので、まあ、なんとか頑張って食べたりもするんですけど、もうあのタイ語で辛いっていうのをペっていうんですね。ペ一文字？一文字です。ペっていうんで、まあ、基本的にそのオーダーを取るときにですね、これはペかと、これは辛いのかと、これはペかっていうのを言ってたら、ノーペとか言ってくれるんですね。たら、あ、じゃあそれそれみたいな感じで注文してますね。はい、なるほど。そういったすごく甘いとか、すごく辛いっていうのがもう文化というか普通なんでしょうね、向こうでは。そうですね、多分辛いものは非常に多いっていうのは多分そういう料理なんでしょうね、はい、はい、ね、言葉だけでなく、もう食べ物も、もう全てのことにおいて海外と日本とやはり違いがあるということで、これからもどんどん海外にも行かれますので、教えてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もプロのレーシングドライバーの和田慎吾さんにお話を伺いました。和田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。レーシングドライバー和田慎吾の世界、このコーナーはモーターショップルートの提供でお送りしました。